マミオメモさやかです。イースセルセタの樹海をやっていきます。前回ぐらいのあらすじを読みがてらダイアリーをやっていきます。魔法具の研究施設は古戦場の北にあるらしい。しかもそこにはリーザも訪れているそうだ。研究施設には普通の武器では倒せない生体兵器が徘徊しているという。だがロダの木から授かった宝剣エメロードを使えばそれらにとどめを刺すことができるはずだ。レムノスは引き続きここで休むことになった。僕たちは研究施設のある古戦場の北へと向かおう。コロニア古戦場の奥で施設の扉を守る生体兵器と対峙した。動きを止めて宝剣にてとどめを刺そう。宝剣のおかげでなんとか生体兵器を倒すことができた。やはりここが魔法具の研究施設で間違いなさそうだ。戻ってきたニナによってリーザが来ていることも分かった。月の仮面を修復するために慎重に進んでいこう。施設内で女性の悲鳴が聞こえた。行ってみよう。そこにはリーザと暴走したソルガバがいた。ソルガバはエルドゥークの近郊で突然言うことを聞かなくなってしまったらしく、その上言葉まで喋るようになっていた。そしてそのまま施設の奥へと姿を消してしまう。リーザにもなぜこんなことになったのかわからないらしい。彼女を護衛しつつガルバを追いかけることに。野外に出たところでようやくソルガルバを発見した。ソルガルバは完全に見境をなくしてしまっていた。このままでは危険だ。ひとまず動きを止めなければ。なんとか動きを止めることに成功すると、ソルガルバの中から何かが姿を現す。それは数百年前のセルセタ王国のレヴァンスの魂だった。彼の魂はとある場所に眠り続けていたが、そこから解放されたことで自我を失い、子孫であるリーザの思念に引き寄せられてソルガルバに宿ってしまったのだという。レヴァンス王の魂が解放されたこと、それは彼自身が封じていたエルディールの悪しき魂の解放を意味していた。事態は一刻を争うという。研究施設の祭壇を使って魔力を充填し、割れた月の仮面を修復することに成功した。これで太陽神殿に入ることができるはずだ。詳しいことは後で説明すると、レヴァンス王は一足先にエルドゥークへ向かった。リーザもソルガルバで飛び立っていく。僕たちも早速出発しようというところからやっていきます。お待たせしました。ニナ、神殿の周囲はどんな様子？チャンスよ。今なら周りに誰もいないみたい。仮面兵団の連中は正気に戻って、あのレオっておじさんが連れて行ったわ。きっとバミーがいなくなったから兵士たちの暗示が解けたのね。あ、そういうことか。レオのおっさんもなかなかやってくれるじゃねえか。なんだかんだ文句を言いながら結局協力してくれるのよね。最初は妙な薬、腐れ縁だと思ったもんだがな。よっしゃ、アドリオ、このまま神殿まで行っちまおう。そうね、そうしましょう。はい、ハイとエルドゥークにある太陽神殿に月の仮面を持って行きます。アドルさん。はい、リーザも来てた。どうやら全員集合したようだな。ご先祖様。どうやら黒き翼は今も神殿の中にいるようだな。生命の書を機能させる儀式には相応の時間がかかるはず。おそらくそちらにかかりきりなのだろう。あら、そういえばグルーダは一体どこへ行ったのかしら。うん、そこまではわからないが、やつのことだ。油断はしない方がいいだろう。そのレファンさんよ、今まで神殿に入る方法にばかり気を取られていたんだが、神殿に入ったらあのエルディール様を相手に俺たちは一体どうすりゃいいんだ。今さらデュレン君おじけついたのかしら。やーい、弱虫デュレン。あのな、どう考えたってまともな相手じゃないだろうが、確かに無策のまま飛び込むわけにもいくまい。このままではエルディールが正気を取り戻す可能性は皆無だろう。マジか、そんな。まあ落ち着くがいい。
鍵となるのはその月の仮面だ。月の仮面にはわずかの間だが、あの黒き翼を封じる力もある。そのようにエルディールが自らこしらえた代物だからな。封じる、どうすればいいの？簡単なことではないが、隙を作って仮面をかぶせる以外にない。それができればわずかな間だが本来のエルディールに戻ることができる。その間に太陽の仮面を何とかすれば生命の書は悪用できなくなるだろう。それで生命の書は何とかなるかもしれません。でもエルディール様が元に戻れるのはわずかな間って。リーサ姉さん、まずはエルディールと話すことができれば対処する方法もわかるかもしれん。あまり心配をするな。はい。どっちにしても腹をくくってこの扉を開けてからってことよね。そうね。さて、それで誰が扉を開けるのかしら。そんなの考えるまでもないだろう。やっぱそう思うわよね。そうだな。意義なしです。そうね。私からもお願いするわ。フリーダがそう言うなら。私はもちろん依存ありませんわ。アドル君が分かっていない。アドル、この事件はあなたがセルセタを訪れたことから始まったわ。あ、君がいなかったとしてもこの危機はいずれ訪れただろう。でもその時にこの仲間たちがこうして集まることができたかしら。みんなが集まって協力できるのは一応アドルさんのおかげだと思います。アドルよ。だからこそアドルよ、この役はお前さんに頼みたい。この時期にエルディール様が選んで塔を招致した方ですもの。うん、うん、運命に選ばれたものといっても過言ではあるまい。アドル・クリスティン、仮面をつけて扉の前に立つがよい。おお。マスク・オブ・アイズじゃん。開いた。おお、扉が。鬼が入れるか、蛇が出るか。いよいよね。リーザ姉さん、必ずエルディール様を連れて帰りましょう。ええ、アドル、行きましょう。おお、リーザも来てくれるの。太陽神殿。静かね。誰もいないようだな。ここはかつて謁見の間として使われていた広間だ。黒き翼はこの奥、生命の書がある部屋にいるようだ。もう時間がない。アドル、すぐに向かうとしよう。はーい。あ、玉座っていうことよね。左右は何もない。あ、ここ地図開けない。おお、謎の球体、これが生命の書？貴様か。3度にわたって邪魔をしてくれた赤毛の剣士。そしてにわたりこの俺を封じた忌まわしきセルセタの王レファンスよ。今さらガン首を揃えてのこのこと何をしにやってきた。黒き翼よ、いなことを言う。もちろんそこにある生命の書と太陽の仮面は返してもらうためだ。な、あの丸いのが生命の書だって。てっきり本の形をしているものだと思ってたわ。生命の書は世界のありようと断りを示したもの。そして神であろうと人であろうと全てのものがたどる記録を示したものだ。その膨大な記録の本流が普通の書物に収まるはずがなかろう。白き翼はこれを所有しながらろくなことをしてこなかったようだが、つくづく愚かなやつよ。あなたは、あなたにそんなこと。落ち着け。アドルさん、ごめんなさい、つい。そんな大それたものを一体何に使うつもりなんだ？
セルセタにとどまらず、このエウロペ大陸全土にあらゆる天変地異をもたらすのだ。地震、洪水、大火、流行り病、それこそ人を滅ぼすに足るほどの規模でな。そんなことができるものなの？ああ、太陽の仮面は生命の書の記録に干渉できる。仮面の所有者がその気になれば、世界や我ら人間の記録をある程度書き換えることも可能なはずだ。マジ？おいおい、マジかよ。だが、なぜそんなことをする？確かに人は罪深き存在だとは思うが、このまま感受するにはあまりに理不尽だ。うん。それが神として正しい行いだからだ。人を滅ぼすのが神様のお仕事だと言いたいのですか？そんなこと。くだらんな。これ以上お前たち矮小な存在と語り合うことなど何もない。人間はただ俺にひれ伏して従えばよいのだ。仮面を。黒き翼、エルディール。くだらない問答はしまいだ。手始めにお前たちを自ら葬ってやる。光栄に思うがいい。あ、え、戦うんですか？く、仕方ないアドル。戦いつつ、隙を探すしかあるまい。来るぞ。え、マジ？え、全然ボスと思ってなかったでござる。ボスと思ってなかったでござる。マジか。燃え尽きる。炎よ、燃え尽きろ。マジか。炎よ、燃え尽きろ。炎よ、燃え尽きろ。氷漬けにしてあげる。砕け散りなさい。炎よ、燃え尽きろ。人の身では耐えられまい。とりあえず一ゲージは行ったけど、何これ。これで楽にしてやるよ。気分はどうだ？危険な状態だ。わかった。気分はどうだねはね、教授ですね。これは教授ですね。そらそら、大地よ、なしまったしな。人間ごときに破れるというのか。いや、ボスと思ってないメンバーにしてはめっちゃ頑張ったんですけど。ふぅ、な、倒したの？それでいい。え、今なんて？とりあえず太陽の仮面なんとかした方がよくない？あ、戻る？リーザ姉さん、見てください。月の仮面つけなくていい？エルディール様と髪と翼の色が。うん、どうやら本人と話ができそうだな。あ、いたった。いや、アドル君、今のうちに月の仮面を。アドルはエルディールに月の仮面を渡した。ふう、これでしばらくは私のままでいられるはずです。やれやれ。まさかこんな形でこの仮面が役立つなんて、うん、もう少しかっこいい形にしておけばよかったですかね。またのんきな。ふふ、なんだか締まりませんが、ひとまずよかったです。皆さんお揃いのようですね。リーザ、カンリリカ、君たちにも心配をおかけしています。アドル君、君にも迷惑をかけっぱなしですね。そして久しぶりですね、我が親友。800年ぶりだね。あの時は黒き翼を沈めてくれて本当に感謝していますよ。ただその後も彼を封じ続けるとは思いもよりませんでした。話が違うと言いたいところですが、よく戻ってきてくれましたね。ああ、ここにいるアドルさんたちのおかげです。さて、休活を除している時間はさほどないでしょう。ええ、そうですね。あの、ご先祖様がしたように私が黒のエルディール様を封じるわけにはいかないのですか？もし私にできるのであれば、私は。リーザ、リーザ、
その気持ちはとても嬉しく思います。でも私は誰かを犠牲にして彼を封じることを望んではいません。やっぱ犠牲になる系なの。昔彼は私の中から生まれた全く別の存在だと考えていました。しかし行動を共にすることで彼は私自身であり半身とも言える存在であることが分かったのです。え、それはどういうことですか？生命の書から得た知識で世界に調和をもたらす。私は長年それを使命としてきました。しかし使命を全うする一方でこのままでいいのだろうかという疑問がいつしか芽生え始めました。その疑問はいつしか一つの心となり、さらに実体を得るに至りました。それこそが彼、黒き翼なのです。ああ、そういう感じなんだね。そんな彼は一見破壊と殺戮をもたらす残忍な性格をしています。でもその目的は試練を課すことで人々を導いて創造を促すことなのです。確かに歴史を振り返っても人は試練を乗り越えて強くなる存在だが、ええ、そして人は自身で考えて自らを歩む力を得ることになる。黒き翼もまた人を愛しているからこそ生まれてきた存在なのです。なんと特進が言ったぞか、十分に納得する。結局神もまた不完全ということか。グルーだ。お前グルーだ。今の言葉はどういう意味だ？ふん。お前たちは気づいていないのか？ BGM よかった。先ほどとの戦い、黒き翼は太陽の仮面の力を使わなかっただろう。言われてみると確かに。な、そうなのか？手ぬるいな。俺は見てみたいのだ。神の試練をも上回るほど過酷で容赦のない局面に置かれた時、果たして人がどうなるのかを。な、何を言ってるんですか？だからこそ黒き翼に賛同し、人の世を飢えて行動する新たな闇として名乗りを上げたのだが、神がこんな低たらくでは困る。クルーだ、あなた、完全なる試練を与えられるのは純粋な悪、すなわち俺自身なのかもしれんな。ならばその人間こそが神の力を持つにふさわしい。太陽の仮面？しまった、一体いつの間に。ほら、床に転がしてるからだよ。いけない、まさか。人がつけたらどうなるの？見えるの？消えた？一体どこに？まさか。そのまさかです。彼の行く先はイリスでしょう。イリスって？生命の書は世界の設計図であり、膨大な量の気力が蓄積されています。その気力は霊的な光で表現され、通常は見ることも触れることもできない別の世界にあるのです。その生命の書の記録世界こそイリスなのです。イリスっていう文字はどっから来てるんだろうね。クルーダはそのイリスに？おそらくは。太陽の仮面はそもそもイリスに出入りして記録を操作するためのものなのです。クルーダは記録に干渉してこちらの現実世界に災いをもたらすつもりなのでしょう。まったく、一体どこまで大それたやつなんだ。黒き翼よりたちが悪いわね。結局怖いのは人間。いずれにしても彼を放っておくわけにはいかないだろう。でもどうしたらいいの？800年前も黒き翼がイルスに入り、私はその後を追ってやつを封印した。時とともに封印が弱まってやつが解き放ってしまうことになったが。なるほど、ならば追うことはできるってことだよな。ええ、私が月の仮面の力でイリスへの入り口を確保しましょう。それならば皆さん全員で向こうに入ることができるはずです。おお、そいつは助かるぜ。ならば私はアダルと共に少しくらい案内ができるはずだ。デファンスボー、ありがとうございます。エルディール様、私は
さすがにソルガルバの質量をイリスに送るには無理がありますね。リーザはこちらに残って私の補助をお願いできますか。わかりました。アドル、なるべく急ぐぞ。時間が経てばエルディールは再び黒き翼の支配を受けることになる。何度でも立ち向かう。頼もしいと言いたいところだが、無用な争いは避けるべきだ。周囲の人間のためを思うならばな。ああ、自分はいいけどっていう話ね。それではイリスへのゲートを開けますよ。頼む。もしかしてあれが、ああ、イリスへの入り口だ。それではアドル君、気をつけて行ってきてください。アドルさん、皆さんお気をつけて。私はアドル君たちがイリスに出入りできるようここに留まってゲートを保持します。アドル君、気をつけて行ってきてください。レバンスはわしらの心の中に。じゃあ行ってみるか。イリスに向かう。ラストダンジョンが記憶の球体。おお、膨大な量だね。いろんな扉がある。この景色は覚えてるな。記憶世界イリス。ここが生命の書の記録世界。イリス、俺たちの世界に関する情報が詰まってる空間か。デュレンさん、デュレンさんの恥ずかしい未来もバッチリ記録されているわけですね。俺の未来が恥ずかしいとなんで確定してるんだよ。エルディールが授ける知恵ってここの記憶から得てるのかしら。そうだとしたらおかしくないか。状況に応じて人に知恵を授ければ元の記録として矛盾してしそうなものだが、私もそれ思った。記録の通りに歴史が進んでも予期しない事態が起こることもある。それを正すために人に知恵を授けてると聞いたことがある。あー、そっかそっか、なるほどね。記録の内容とは当然矛盾が出てくるが、エルディールが全て修正するらしい。太陽の仮面の力を使ってな。それがあいつの受け継いだ使命らしい。修正って、それすごく膨大な作業なのでは。一つでも修正したらその後の時代に影響する箇所がたくさん出てきますよね。バタフライエフェクトってやつ。彼の処理能力は折り紙付きだ。よく愚痴はこぼしていたがな。容易に光景が目に浮かびます。でも太陽の仮面で記録の修正ができるってことは、ああ、グルーダのやつを止めないと相当やばいってことだな。ここの最上層には記録を操作するための中枢区画がある。グルーダが向かったのは間違いなくその中枢区画だろう。そこへ行くにはどうしたらいいのかしら。見たところ階段もないし、上には何も見えないみたいです。最上層は遥か上空にある。太陽の仮面の所有者であればまっすぐ向かうことができたのだが、我々が最上層に向かうには3体の守護者を沈黙させる必要がある。3体の守護者。ああ、ここから扉がいくつか見えるだろう。ふむ、よく RPG あるやつですよね。あの3つの扉は聖堂の間、白銀の間、黄金の間にそれぞれ通じているはずだ。各区画の奥にいる守護者を倒せば中枢区画への道が開かれるという仕掛けだ。なるほど、さすがに厳重だな。守護者を倒す順番は決まってるのだろうか。いや、どこからでも構わない。だがグルーダが中枢区画の機能を解析する前に追いつかなくてはな。もたもたしてる時間はないってことね。アドル君、行きましょう。はい、ということでラストダンジョンが始まりますね。ねスキルなんだけど、まあフリーダがやばくって、アドル君があと1個で、カーナもあと3つなのか。わりかし終わってはきてるって感じですね。
いや、ここで魔物図鑑とあと魔物ドロップ系の素材も埋めたいかな。あとその私は記憶、セーブデータ的に記憶は見てるけど、その適用した場所で私が見てない可能性もあるので、それもねちょこちょこ調べて見ていきたいですね。ここがまあ最終セーブポイントにはなるのかな。ここにねボスがいたんだよね。これが多分トロフィーのボスと睨んでるんだけど、まあそういうのも回収しつつクリア目指しましょう。